はい、おはようございます。あれどうでもいいチャンネルです。時刻は7時32分になりました。今日は小松製作所のアーズ工場の近くにある重機のアーズセンターで、重機というか重機とかあといろいろな技能試験を受けられる教習所に向かおうと思います。はい、昨日は妊婦で、その後終わった後ずっと飲んでいまして、まあ二日酔いではないんですけど、かなりそうですね、眠たいです。はい。なんで、まあ今日は仕事ではなくて、ずっと学科、おそらく学科だと思うんですけど、学科の勉強をして、毎回こう、通勤ラッシュに捕まってしまうんですけど、今日は割とスムーズに目的地につけそうです。よかったです。
センターなんですね。しゃー、着いた。僕は今日はここで重機の操作の勉強していきます。ここ懐かしいですね。よっしゃ、もう3年ぐらい前にここ来たことあるんですけど、あの玉掛けのクレーンと、クレーン、卓上クレーンのその玉掛けを取りに、玉掛け、え、卓上クレーンの方を取りに来たのかな、をここに取りに来た覚えがあります。また久しぶりなんで、またちゃんと勉強しようと思います。はいはい、帰宅中です。今7時です。えらい時間ですね。だいたい8時間近く講習受けました。で、だいたい終わったのが6時45分で、そこから合わずセンター抜けて、出て、で今イブリ橋の方まで来てます。お疲れさんです。講習1日目終わりました。長かったです。だいたい6時45分に終わって、で帰宅したのがだいたい7時15分ぐらいですかね。まあ、大体会わずから山中温泉まで車走らせると、大体そんなもんになるのかなと思います。はい。で、まあ、もう8時間ずっとこう、まあ休憩も挟みますけど、こうなんつうんだろう、机の上に座って人の話を聞き続けるっていうのは、まあ一体何を習っているのかが全く分かんなくなっちゃうので、まあ良くないなと個人的には思いました。で、明日は1時間だけまた法令の授業を聞いて、学科試験が終わった後に今度は実技の講習を受け、で夕方にその実技のテストを受けるという形になります。まあ落ちないようにさらっとおさらいしつつ明日に臨みたいなと思います。はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。さよなら。